今日の県内は気温が上がり、長岡市では 35.4 度を観測し、全国で一番の暑さとなりました。また新潟市秋葉区や魚沼市小出などでも最高気温が35度を超え、県内で今年初の猛暑日となりました。新潟市中央区の公園では、涼しさを求め水遊びをする子どもたちの姿が見られました。冷たくていいです。バチャバチャする。水遊びできる公園に行こうと旦那と話して今日は各地で気温が上がり、長岡市では全国1位となる 35.4 度を観測。その他、新潟市秋葉区で 35.3 度、魚沼市小出で 35.1 度と今年初の猛暑日となりました。また24の観測地点で今年の最高気温を更新しています。明日は曇りや雨となる見込みで、気温は下がるものの平年より高い状態が続く見込みで、気象台は熱中症に注意を呼びかけています。